さあそれではみんな撮影頑張っていきましょう。まずはこのお洋服ね。この映像の投稿者は猫動画を制作しているという男性。この映像のテープはホットカーペットの下から見つけたという。某撮影スタジオでトップモデルが秋冬コレクションの撮影をしている映像。何も出ないぞ。よし決めた。脱ごう。みんなオードリー・ヘプバーンの裸見たことないでしょ。脱ぐ時が来たか。スレンダーなうちにヌード撮っておこうと思ってたんだよね。この雑誌はヌード NG？ 嘘でしょ。ヌード撮る気満々だったのに。ああもうすごく脱ぎたくなっちゃった。お分かりいただけただろうか。モデルの猫の肩に茶色の顔のようなものが見えるのだが。スレンダーなうちにヌード撮っておこうと思ってたんだよね。この雑誌はヌード NG？ 嘘でしょ。ヌード撮る背後に見えるその顔はモデルの女性に何か因縁がある顔なのか。ああもうすごく脱ぎたくなっちゃった。うん、OK。次はポンチョの撮影ね。さあそれではみんな撮影頑張っていきましょう。まずはこのお洋服ね。目線こっちにする。どう？この方がステンカラーコートの胸の間部分が強調されない？ OK、 一旦チェックね。おお、いいんじゃない？クオリティがオードリー・ヘップバーンみたいだって。もうやめてよ。